クリス・フォン・エリックは、アメリカ合衆国のプロレスラー。鉄の爪フリッツ・フォン・エリックの息子である。4人の兄たちより、体が小さかったためプロレス入りはないものと思われたが、兄たちのセコンドについていった際に、幾度となく、乱闘に加勢し、1990年より選手としても、デビュー。父、フリッツの WCCW が、テネシー州メンフィスのクアと合併して発足したアスワの、 ダラス支部にて悪徳マネージャーのパーシー・プリングル3世と構想。兄ケビンやクリス・アダムスとタッグを組み、若手時代のスティーブ・オースチンなど、プリングルがマネージメントするヒールとも対戦した。1991年9月12日、ピストル自殺で死去。21歳を撃つ。彼は全息に苦しみ、またプロレスラーとしては非常に小柄だったこともあって、 ステロイド剤を常用していたという。2009年4月、ホンエリックファミリーの一員として、WWE 電動に迎えられた。ありがとうございます。